では皆様、ではスタートさせていただきます。よろしくお願いいたします。今、私と大津が来ております。今日はね、ちょっと伊原がおりませんので、真ん中がおりません。大きいな。まあ、いろいろな意味での真ん中でもないんですけどね。一応私と大津で、させていただきますですね。こちらのね、アイテムなんですけども、スタンドからワンピースです。こちらですね、無地と、チェック柄っていうところで出ております。29,000円です。で、チェック、私が着てるのが、これ、赤チェックっていう風にしてるんですけど、ちょっとね、オレンジグリーンみたいな感じの、チェックになってます。で、襟元はね、ネイビーのタイプになっております。で、大坪さんが着てるのが、こちらがね、カーキです。カーキ、ネイビー、カーキ、ネイビーの組み合わせです。で、こちらが、もうこれはね、オールブラック。オールブラックです。オールブラック。オールブラックも着た方がいいかな。オールブラックもなんか一番使えそうなね感じではあるんですけど、そう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 。でこちらがモノトーン系のチェックの方ですね。白黒のチェックっていう形になっております。で形がですね、もう AI というかですね、一応サイドの方がこういう形で、スリットになっております。大津もちょっと細身のパンツ入れてます。私もよく履いてるフレアというか、ちょうどいい感じのね、なんて言ったらいいでしょうかね。そういうパンツ履かせていただいてるんですけど、襟元はですね、ちょっとスタンドって言っても、こういうタイプって、スタンドって言っても結構丸っぽい感じがあるんですけど、結構立ち上がりが良くってですね、ここの襟元の。なので、全止めすると、もうね、なんていうか、タートル着てるような、イメージの印象になります。すごくね、虎ノ井さんって、トラットな感じというか、すごくね、エッジの効いたね、アイテムがすごく多いんですけど、普通のワンピースっていうのでもなく、こういうちょっと襟元の形だったりをちょっと変えるだけで、大きくね、見え方が違うよっていう感じになってております。で、私が着てる、チェック、まあ、この、体大きいのに、またこんなの大きいの着てからって言われるかもしれないんですけども、そんなことないんです。これをベースにすれば大丈夫なんです。じゃあ、ちょっとごちそうさん、ベスト持ってきてもらっていいですか。私たち、すごく素敵なベストが、10月に入ってくるじゃないですか。なので、それを見越してのこちらなんですね。着てみましょう。別にね、これだけでもいいんですよ。これだけでもすっごい可愛いんだけども、このベストを着てみましょうよ、こちら。そう。この感じです。どうでしょう、この見え方。一気にカジュアルですね。そう、一気に見え方変わるの分かります。ちょっとスリットを入れてみましょうね。この感じで合わせていただくと、このチェックの見え方が、さっきよくね、矢野さんって、ここ矢野さん、ここちょっと広いよって見られるかもしれないけども、こうやってこの縦のライン、このベスト、こうやって着るんですよ皆さん。ベストの使い方が分かんないって言って、あんまりね、そのもうなんか着るか、ニット着るか、もう上に羽織るかしかないんだけども、ベストってどうだ、私着ないんだけど、ですね、言われる方もいらっしゃると思うんですけども、こんな感じなんです。で、この感じでですね、合わせていただくと、やっぱチェックの柄がすごく生きてきますよね。もうすごく、なんていうのかな、アイテムはワンピースとベスト、これだけなのに、一気にね、こなれ感が出てくるので、これぐらい、なので、なんか普段花柄のワンピースだったりとか、ちょっと柄物を着てるんだけども、いやちょっともう見え方がちょっと恥ずかしいで、こんなにブリブリ着てないで今日なんか何かのブリブリちょっと何かのキャラが憑依してる、何か降りてきてますね降りてきてるけどそうそう、そういう時とかにこういうちょっとね、ベストなんかとかで合わせていただくといいです。これはネットのご予約は、来週かな、来週のスタートになるんですけど、はい、福岡店が、福岡と千葉がね、残り今週末、日曜までです。日曜まででこのサンプルなくなりますので、私たちスタイリングに使える時期がもう本当に今日1回だけですかと思いきや、私は熊本にこのダウンを追いかけていきますので多分また着てるとは思うんですけど、一応こういう形で、スタイリングができます。もちろんこのまま脱いでいただいても、私の方でが着てるこの身頃ですね、わかりますか、この筒見てくださいね。この筒でも私の筒って言ったら体慣れたけど、私の体でも綺麗に落としてくれる形ですよっていうところですね。で、大坪さんの、文字配色でしてみましょうか。ベストってこうやって着るんですね、そうなんですよ、ベストはこうやって着るんです。こういう風にちょっと私このままだったら恥ずかしいとか、このままだったらちょっと面積大きいよっていう時にベストを着ていただければ、もうそれだけでね、スタイルがすごくおしゃれになってくるので、そういう使い方をするといいかなという風に思います。これ、だから、これはさ、無地だったらさ、ベストいらないんだよ、多分。
そうそう、このまんまで。そうそう、これが多分、私はこうやって、ちょっとうちもね、いろいろバリエーションありますけども、この感じで多分合わせた方が、バランスが、ちょっと違いますね。そうそうそう、この感じで合わせて使うこともできるので、やっぱ可愛いね。可愛い。ベスト合わせ。で、もちろんその1枚でも合わせて使っていただけますよっていう感じです。で、このね、ちょっと待って、私もう一回全部一通り喋るね。で、着方なんです。で、ここのですね、今、ぐっと詰まってるんですけど、このね、襟元のすごくね、立ち上がりがものすごくいいので、ちょっとね、開けて着てみましょうか。開けて、この感じで、私ね、中に T シャツ着てるんです。フレスカの、T シャツをそのままインナーに着てるんですけども、このままちょっと開けて、アクセサリーをちょっとつけてみようかな。そう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 。この感じで。あ、そうそう、それつけよう、それ。それつけない。もう自分の私物つけたけどさ。そうそうそう。こんな感じで、ちょっと、襟元とかを開けて、ネックレスとかをこうやって合わせて使っていただく。これかわいくない？この感じ。そうそう、この感じで。ゴールド合いますね。そう、この感じで合わせて、襟をこうね、クッと立てて、こう使っていただくと、ちょっと見栄えがガラッと変わってくる。これ全部止めたら、ちょっとお利口さんみたいな感じになるんですけど、この感じでちょっと立てて着ていただくといいかなと思います。ちょっと、ちょっとそれつけて。ことだから予約のやつつけよう、ね、私がどれつける？ゴールがかわいい、かわいいね、この感じです、ね、やっぱこの T シャツとかでもちょっとあると違いますね。これ短く、これ二重にできたよね、はい、二重に、これもね、こう合わせてこうやって使っていただくと調節ができるので、この感じでちょっとポツッと合わせていただくといいんじゃなかろうかと思います。で、大坪さんのちょっと見てみましょう。大坪さんはね、無地配色になってるんですね。で、大坪さん全部止めてます。かわいい。やっぱ全部止めるとまた印象的よ。お、そう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 、すごく綺麗です。で、もちろんさっきみたいに着方としては、ここ開けてっていうのでもいいですし、やっぱちょっとチェックはねっていう形だったりとか、もう私そのまま1枚でシンプルで着たいわっていう方は、これがいいかなと思います。で、生地的にはね、夏用のっていうよりも、完全にこれ秋冬用になってくるので、割とね、しっかりした生地。生地の厚さが気になりますってコメントいただいて、この感じですね。ちょっと見えるかな。着物とかは別に全然してないんですよ。こういう感じです。透け感もないですもんね。透け感もないです。割と、なんていうか、シワにもならないし、肉感もちょっとあるよっていう感じですね。かといって、なんていうのかな、フレア具合が、もたっと出る感じではなくて、きちんととろみを持って、出して、出てくれるのです。綺麗。落ち感があるから、そうそうそう。これ、かっこいい。私も尻尾だとちょっと短めになっちゃうので、うんうん、中にこんな感じで1個入れてあげた方がかわいいかわいい、うんうんうん、いいですね。この感じで合わせて使っていただけるかなというふうに思います。一応4色です。私ちょっとね、あえてこれぐらいのビビットカラーを使っさせていただきましたが、こちらのこのチェックも可愛いですよ。モノトーン系にこれベスト合わせてください。すごくフラットな印象のスタイリングができます。で、大坪さん、この黒はね、ちょっとでも可愛いよね、これね。ちょっと光が当たるとすごい彩色入ってるように見えるんですけど、黒ネイビーなんですよね。世界観がちょっと違う感じなので、実物はそんなに、そう、やっぱり、ね、こういう袖物は1個持ってるとやっぱすごく便利なので、ワンピース、その着丈もね、一応書いてはあるんですけど、そこまで長くないので、身長がですね、井原さんぐらいの方でも十分に着ていただける着丈かなというふうに、今日は井原がおりませんのでちょっと何とも言えないんですけども、着ていただきたいんですけども、一応こういう形でご用意をさせていただいてます。で、これと同じ、柄、素材、デザインで、チュニックが出てるんですよ。なので、ちょっとそれも着てもらおうかな。うん、着てもらいましょうかね。私何着るんでしたっけ？そのチュニックに、チュールスカートね。あ、そうです。うん、わかった。はい。で、ちょっと大坪さんに着替えてきてもらいましょうね。はい。ちょっとさっきのね、ベスト合わせはもう一回、してみましょう。やっぱりせっかくだったら、ダウンベストかな。結構これはね、予約ついてますよ、福岡で。千葉の方でも予約ついてて、こっちがね、新型なんですよね。新型のタイプで、ちょっとカジュアルめになるタイプなので、
すごくね合わせ的にもいいかなと思います。身長150センチぐらいでも大丈夫ですか？そうですね、150センチだと井原さんよりちょっとまだ身長がちょっと低くなっちゃうので、ちょっと井原さんで多分ギリぐらいかなっていうふうに思うので、ちょっとね着丈に関してはサイズ情報をネットの方に載せておりますので、今着られてるワンピース、ちょうどいいワンピース、多分ね背中から着丈の長さを測っていただければこのぐらいが自分がいいんですっていうところですね。胸元っていうよりも背中ですね、ネックのポイントからねまっすぐ測っていただくとサイズ全然間違わないで着れるので、ご確認していただくとねいいかなと思います。チュニックもあるの嬉しい。そうでしょ、私もねチュニックがあるのがめっちゃ嬉しいと思って、その同じタイプでチュニックがあるんです。で、そう大坪さん、私じゃあこの私さあ、これの無地の黒があるから、これのねチュニックもあるんですよ。ちょっと着てみますね。じゃあ私これの黒着ればいいんでね、このね、はい、はい、じゃあ大坪さんがちょっと細身のパンツでスタイリングして、大体ねこれが皆さんの普段じゃないかなと思うんです。その普段じゃないから、いやこんな足は細くないかもしれないんですけども、皆さんちょっとねなんかテーパードパンツ、ゆるテーパードもそうだし、うちのビシルエットパンツっていう多分お持ちだと思うので、それを持ってらっしゃる、これをザクッと着てもらえればもう完成ですので、はい、ちょっと着替えます。こんな感じですね。お袖の作りとかはさっきと同じ感じになります。で、首元の襟の高さっていうのも全部締めていただいてもさっきと同じ感じになってきます。で、着丈が私が着てヒップがそこに隠れるぐらいの長さになっているので、止まらない、こんな感じです。なので160センチぐらいの方になるともうちょっと長めになるかなっていうような着丈になってきます。素材感とかもさっきと全く同じで、着丈がちょっと変わっただけなので、ワンピースちょっと長いかなって方だったりとか、ワンピースあんまり着ないけどチュニックだったらいけそうかなって方とかだったら、こっちのタイプだとまたちょっとコーディネート今からご紹介するんですけど、パンツだったりスカートだったりっていうような合わせができるので、このチュニックの方のブラウスですねの方もおすすめになります。 iPad で生地感的にはすごいサラッとしてる生地感なので、まあね、9月ちょっと暑いかもなんですけど、その先になってくってやっぱり長袖必要になってくると思うので、ぜひぜひですねこちらの方も見ていただきたいなと思います。お手入れに関しては一応ご自宅で手洗い大丈夫になってますので、お手入れもしていただきやすいです。まだまだ汗かく時期だからですね、ぜひぜひ、はい、こんな感じになってます。で、サイドはここスリットも入ってるので、ちょっとね、ビシルエットパンツ皆さんご予約いただいてると思うので、ビシルエットパンツだったりとかワイドパンツだったりで合わせるときにはやっぱりこういうスリットがあると見え方も違ってくるかなと思います。で、生地がねちょっとだけ気持ち伸縮性もあるので、肩周りとかもすごく楽ちんの生地感になっております。マネージャーが黒を着てきてくださってるので、どんな感じになるのか、また全然雰囲気がねカラーで違ってくるので面白いですよね。結構今から柄物、下が柄物とかも増えてくると思うので、そういう時には M 字持ってきていただくとアイテムで変えれるかなと思います、ね。で、カラー展開に関しても先ほどのワンピースと同じで、もちろんこちらもチェック柄の方がございます。なのでさっきの感じでこのねデスクを合わせていただいたりっていうのもいいと思います。はい、ちょっと着替えました。スタイリングちょっとこれね下のねスカートもね今回売り出しっていうかご紹介できるので、スカートも合わせていきますけども、私このねチュニックをこういうチュールのスカートで合わせてみました。どうでしょう、ちょっとねスカート合わせにチュニックとスカートどうなんですかって言われる方多いんですけども、これはねスリットが入ってるのと前後差が結構しっかりあるので、チュニックといってもですね前がものすごい長いかって言ったらそうでもないんですね。これ同じもの着てます。身長高
私はこうしましょうかね同じものなんですけども、ね、そうそう、で今ねインナーは抜いてます。私インナー抜きで、これが襟の立ち上がりになってきます。全く何もしないとこの感じですね。で大坪さん、これにさ、もう一回チュニックの白着てもらっていい？この、うん、そのスタイリング、これこれ、あ、これですね、うん、ちょっと着てみて。ジーパンに合いますかってコメント来てるので、デニムで着てみようか。そうね、そうね、これもね、やっぱり着やすい。そう、チュールスカートも可愛いでしょ。だから皆さんも、も、いっぱい持ってらっしゃるじゃないですか、皆さん。チュールスカート、これ、虎ノ井さんの、多分、もあるし、あとはその、なんだっけ、モニーレさんのスカートとか、こういうちょっと、私たちが、大好きな腰回りは拾わないんだけども、お尻周りからすっきり広がるこのフレア、皆さんがお好きなタイプですね、多分持ってらっしゃる方も多いと思います。この上にこのぐらいのちょっとオーバーめのチュニックを合わせてもバランスが取れるんです。わかります？ここなんです。ここからこういう形の見え方なので、もちろんインしていただいてもいいんですけど、私はインが苦手なんです。ここはね、ちょっとぜひ隠したいということでオーバーで聞かせていただいてるんですけども、このスタイリングでも大丈夫ですよっていう感じですね。私ちょっと今日はね、ブーツじゃなくてソックス の, フラットシューズで合わせてるんですけども、今からはね、どんどんブーツのシーズンになってくるので、スカートがね、やっぱりすごくね、合う季節になってきますので、ぜひともね、こういうちょっとなんていうか、シンプルなんだけどもちょっと技ありのチュニックに、こういうちょっとね、スカートなんかチュールだったり柄だったりとかっていうアイテムを持ってきていただくとすごくいいんじゃないかなというふうに思います。で、スカートもね、ちょっとご紹介をね、このままさせていただきたいなというふうに思うんですけども、ごめんなさい、チュニックですね。チュニックの方が、価格が 18,700円になります。で、カラー展開はそのまま同じタイプになってます。インしなくてもバランスがいいんですよ。それはなぜかって言ったら、ここがちゃんと抜けてくれてるからなんです。このスリップ深めっていうのがありがたいんですね。あ、かわいいよ。うん、デニムおしゃれおしゃれ、大坪さん購入のね、大坪購入の、デニムですね。ちょっと新型の、こういうちょっとさ、やっぱボリューム系の、誰も見てないのに私がベラベラした喋ってるけど、ちょっと登場させますね、先に。こういうね、ちょっとね、ボリューム系の、デニムパンツ、そうそうそう、この感じでもさ、バランスいいじゃん。え、かわいい。そう、超こなれた。そうそうそう。そう、ね、この生地がね、すごい綺麗めの生地なんですよ。なんですけど、こうデニムと合わせると、なんていうのかな、すごい綺麗な感じっていうよりも、なんかコットン見えさせてくれるというか、すごくね、軽やかな感じで、全然重たさが出ない。この白はね、軽い、見た目が。チェックシャツ似合わないんですよ。あ、多分ね、ここがあるからですよ。そうそう、顔周りがね、全然大丈夫だから、で、綺麗に抜けてるから、うん、チェック苦手な方とかでもね、すごいバランスはいいです。どうでしょう、こちら。可愛いですねっていうとこですね。ほんとほんと可愛い可愛いってめっちゃ言われてるよ。スタイリング、このスタイリングは発明でございます。ちょっと着てきてって言ったら、やっぱりね、そういうちょっと宿題を出した時にパッと対応していただける、大坪さんですね。18,700円。だからこれが結局柄物でも、さっきみたいにベストで合わせていただいて、これね、合わせてみましょうか。ほんと普段カジュアル多いってことは、こういう合わせできるからいいですね。そうそうそう。ボトムス変えたらお出かけにも。そのままでもいいしっていうところで合わせができるのがすごく嬉しいかなっていうふうに思います。で、これが、そうそうそう、これだよ。これです。はい、皆さん正解です。正解です。こちらが今年の正解でございます。これがスカートになっても正解なんですけども、はい、こちらでございます。なので、このね、トップス、虎ノ井さんの新作で、やっぱりパッとね、秋物のね、ちょっと見に行った時に、やっぱこれ印象的だったんです。すごくチェックが。で、生地触った時に、あ、これシワにならないし、ちょっとしたこの肉感っていうのが、これ長持ちするだろうなと思ってね、私ちょっと入れさせていただいたんですけども、正解です。丸々丸々って言ってますね。っていうところで、無地とこのチェック、両方ございますので、お楽しみはね、本当にまあ、お好みがあるかと思いますが、ぜひともね、今からは、重ねの時期になってきますので、ベスト、皆さんご予約されている方は、その次のですね、10月、11月ぐらいのコーディネートをイメージしていながら、ポチッとしていただくと、チェックも多分きっと人気になるのかなというふうに思いますので、ぜひとも合わせて見ていただきたいなというふうに思います。で、私ね、レオパードチュニック、これ、着てます。大坪さん、着てみようか。スタート。うん、スタート。はい、上はね、これでもいいし、まあまあ、お任せします。で、
で、これね、お仕事とかでも使えますので、ぜひともそういう合わせをね、使っていただいてもいいかなというふうに思います。大坪さん、チェック似合いますよね。私たちもね、私もなんか久しぶりにチェック来た時に、なんかね、なんかちょっと恥ずかしいってみたいなね、もう秋だと思ったんですけど、やっぱ夏にチェックってやっぱ着ないんで、やっぱその秋冬にちょっとチェックを着ていただくと、一気にやっぱ気分も上がるし、季節がね、見た目でガラッと変わるので、ぜひともね、柄の効果はね、なんか有効的にお使いになっていただきたいなというふうに思います。で、私が今履いている、こちら、レオパードチュールスカートでございます。16,280円ですね。このシリーズは、多分レオパードだったりとか、あとは虫のタイプのチュールも出させていただいてたと思います。で、数がね、あとまだら柄とかも出ていただ、出させていただいたと思うんですけど、今度はレオパードの、レオパッチニックなんですけど、これがね、ちょっとね、フロッキーなんです。フロッキー。見えますかね？ちょっとね、こちらですね。フロッキー素材になってまして、チュールに秋物の、このちょっと起毛したタイプの、フロッキーもので、柄をつけてるんですね。なので、すごくね、見た目に、立体感がある。派手な感じにはならないんだけども、このフロッキー可愛いじゃないですか。私大好きなんですよ。もうなんか、ブラウスとか柄作るときに、こうね、よくある手法ではあるんですけども、こう顔周りじゃないんですよね。スカートのところに、あるので、程よくやっぱり立体感が出てくるので、秋冬の時にはね、こういうちょっとフロッキー素材のアイテムを使ったスカートだったりとか、ブラウスっていうのがね、すごく人気があるんですけども、これを今回は虎ノ井さん、レオパードで、作っていただいたっていうことですね。で、カラーの私が着てるのがですね、これ上、ブラックで合わせてるんですけども、何色に見えますか、これ。全然に、何色、グリーンなんです、これ。グリーンで、派手なグリーンじゃないんですよね。グリーンとネイビーとブラック。で、大坪さん、これブラック。同じスタイリングです、同じスタイリング。同じスタイリング、なんでこうなっちゃうのかなと思うんだけど、同じスタイリング、こう見えてね、こう見えて同じスタイリング、でもバランスよくないですか、この大妻さんでもいけるし、私でもいけるんです、そうそう、こういうスタイリングで、ワンピに重ねようかなと思ったんですけど、いやいや、これが可愛いよ、そうそうそう、で、インしても、インしてもらって、いや、私はインしないけど、そうそう、そうそう、インしないけど、インして、ほら、この感じで合わせて、これでもいいんですよ、皆さん。インしていただいてもいいですし。でもね、これね、なんか、インとかしようたらさ、そうそう、インしたらこうガサガサってなるから、これオーバーがいいよ。オーバーがいい。生地が綺麗だもん。すごくね、オーバーでこのとろみで出してきていただいた方が、すごく綺麗です。これ、そうなんです。で、これがネイビーです。で、ネイビーとこのブラック合わせも可愛いです。可愛いです。すごくね、遠目で見ると多分カメラの方がよく見えるんじゃない？グリーンとブラック、ネイビーの違い。私の履いてるこれが明るめに見えるんですけど、マネージャーに並ぶとすっごいグリーン。あ、カメラの方がすごい綺麗に。そうですよね。多分私たち照明で見てるから、これが何色かもわかんないですけど、これが一応ネイビーです。これがグリーンになります。で、こちらがブラックになります。もちろんグリーンでも色が入ってるからって言って合わせは辛いわけではないです。クロトップスが多い方とかは十分に着ていただけますので、このスタイリングで合わせていただければいいかなというふうに思います。着心地どうでしょう。めちゃくちゃいいです。このもうお腹周りのフィット感、すごく包まれております。で、これがね、体拾いませんかってよく言われたりするかもしれないんですけども、拾いはするというか、ちゃんと押さえてくる。なんかホールド感が、そう、ここのね、生地がね、よく見ていただいて、パターンがね、これちょっとご説明させていただくと、スカートってどういう感じでフレア出すかっていうと、ここにね、たくさん、ギャザーを寄せて、ここからもう、ぶわっと生地持ってくるか、もしくは、ここから、待ちでね、こう三角みたいな形をして生地をパカって割って生地の分量を足していくかなんですけども、この場合はですね、この生地の1枚剥ぎの中のこの剥ぎをですね、端目は細いんです、端目は細いんだけど、そこを途中からフレアになってつなぎ合わせてる感じなんですね。なので腰周りと、ここです、腰とここのあたりまではね、そんなに分量入れてないんです。で、裾から綺麗に入れてますので、ものすごくね、形が綺麗で、チュールですけども、チュールもインナーのところもね、かなり伸縮性があります。なので私みたいな、あら、これちょっと片足しか入らんじゃないかなと思う方でも、これはちゃんと両足通って、お尻も通って、ここのお腹のところをちゃんとホールドしてくれますので大丈夫です。大坪さんでも大丈夫だし、私でも大丈夫なの、そんな見方ないですよね。で、虎ノ井さんは本当着やすい、そうなんです、虎ノ井さん。で、裾はね、切りっぱなし、これ切りっぱなしになっておりますので、透け感はね、このぐ
らいです。あの裏地が全部グッと下まであるかってあるわけではないんですけども、まあ、十分にこれだったら着ていただける感じかなと思いますね。カジュアルな合わせももちろん、ね、そう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 、スカートの感じで合わせていただけるかなというふうに思います、はい、じゃあ続いて、柄が本番です。モコラが本番です。あのちょっとね、あの私はちょっと断念させていただいた断念させていただいたんですけど、めっちゃ可愛いワンピース。私はちょっとね、もうちょっとあれ、あの着れないんです。私にそうそう大丈夫よ、そっちから、うん、私にね、私に属されてる方、ちょっとあの目の方、あの目ちょっと見てほしいんです。はい、あちょっとさ、足元さ、いいよそれで、可愛い、フリー、オッケー、それにしよう。はい、どうぞ。はい、こんにちは、山内が来ております。ね、山内の年若いからこれ着れんじゃんと思うかもしれないんですけど、今から大粒着るんですご安心ください。やったあ、私やってないですか。安心しないすぐ誘えた仕事を守るそうそう大丈夫です。あの私こんなのって思うかもしれないですね。これがね、オパールワンピースです。柄をね、まず見ていただきたいんですけども、これね、着丈がですね、118センチになっております。で、身幅の方が60センチ、肩幅が37センチという形で、これはね、あの両方ポリエステルになっております。で、これは手洗い可能になってます。これが 24,200 円でございます。今からね、ちょっとお化粧シーズンというか結婚式というところも控えられていらっしゃる方いらっしゃると思うんですけども、これをどうやって着たらいいのかなっていう方とかが多いんですが、これはね、まあ、1枚で着ていただいてもいいんですね。で、この着方に関してなんですけど、後ろです。後ろにこのジップがあり、あのホックですね、コンシールファスナーが折られてますので、柄がね、あのこのファスナーが見えることはないので、極力その見え方っていうのをカジュアルにしないようにさせていただいております。で、首元はここですね、ボタンで留められるようになっております。で、スタンドなんですけども、こちらです。首元にですね、綺麗に、あのこれね、甘い感じじゃないんですよ。ちゃんと折り返しのフリルでさせていただいてる感じですね。で、ウエストです。ウエスト前はですね、これシャーリングの分は使ってないんです。で、背中のみのシャーリングになってますので、ここでサイズの調整はできるようになってます。ただし、私はちょっとこれは叶いませんでしたですね。通常の M サイズから L サイズの方に関しては全然着ていただけるかなというふうに思います。で、こちらですね、やっぱ首元とかクッと締まってます。かなり上品です。アクセサリー持ってきてもいいですし、持ってこなくてもいい。このままで着ていただいて、ちょっとしたクラッチバッグだったりとか、ちょっと小さめのバッグを持ってお出かけになっていただければ、かなりあの上品に着こなすことができますので、皆さん多分お持ちじゃないと思うんです。こんなこと言ったらいけないんですよ。みんな持ってらっしゃるかもしれません。うちのスタッフはでも持ってないですね。なのでこれを着た瞬間、私はすごく嬉しくなってしまいました。なんて可愛いのっていうところでですね、もう一人大粒おりますので、大粒のね、ちょっと私は大粒のカジュアル姿しか普段見てないんですけどもこんなに美しくなるんですちょっと私最近あの子供にさ、プリンセスの絵本をやたら読ませられてるからさこんなに大粒も買ったらいい、買ったらいいって言われたでしょいや、これ絶対買った方がいいよ。こんなに綺麗になるんです。これね、似合う。そう。いや、似合う。これね、大坪さんが似合うよとか、山津が似合うよっていう話ではないんですよ。ちゃんと皆様もちゃんと綺麗に着ていただけるので、あの、ぜひぜひ見ていただきたいんですけども、あの、先日ライブで片足しか入れて言われたらどれですかって聞いたら、萩原さん大爆笑、すいません、ごめんなさい。変なことばっかり言って。ごめんなさい、こちらでございます。で、こちらもね、大坪さんでこのぐらいですね。で、伊原さんで、156センチで、これが118センチの着丈なので、あのちょっと長いかもしれないかなっていう感じですね。ただし、大坪さんかなりね、で、お、いや、山内さんで何センチだっけ。63です。あ、じゃあちょっと伊原さんじゃ長いね。ここで止まったとしてもちょっと長いかもしれない。で、ここになんかベルトとかもしてもいいんだけど、多分これはそのままプレーンで着ていただく方がいいので、あのね、ビターっとしてる感じではないですよ、皆さん。全然、うん、あ、ね、すごい伸びる、伸びるから、あのこの上回りのところとかも割とこう下落ちてるので、あのかなり窮屈な感じに、あの大坪さんがこことかね、細いから見えるかもしれないんですけども、全くそういった形ではないので、このちょっと見え方、ものすごく上品なワンピースっていうのを今回、あのお盆のね、このスタートの時に皆さん、あのごめんなさいね、お盆中には間に合わないんですけども、あの必ずね、9月ね、こういうそのもののこういう薄めのワンピースってあの絶対に使えますので、
合わせて見ていただきたいなというふうに思います。これ、24,200円のアイテムになっております。アクセサリーと一緒に合わせてね使っていただくといいんじゃないかなというふうに。これはねもうあの変なことはしません。ウエスト合わせても可愛いんですよね。可愛いけどもこれもこのままが可愛いですね。そう、何にもねあのそのふざかしいことはせずこのまま1枚で着ていただくことが一番いいかなというふうに思いますので、ぜひとも合わせて使っていただきたいなというふうに思います。じゃあ続いてもう一つこれのあ、そうそうそう、もう一つの可愛いあのこれとスカートの合わせでちょっとしてみましょう。ちょっと私ですねあのテンションが上がりなんか私何目線かなというふうに思うんですけど、やだと思って絶対買った方がいいみたいな感じと、あとはなんていうんですかね、あのこんなに美しく、美しい、もともと綺麗なんですけど、なんか美しいものを着た時にもっとこんなに綺麗になるんだなって思って、やっぱりファッションってすごいなって思って、なんかあの変わるじゃないですか、ガラッと印象も変わるし、普段使いっていうのもいいんですけど、なんかせっかくだったらなんかちょっとしたねお食事会とか自分で機会作らないともうないから、一生一生、それこそ一生って言ったらあれなんですけど、私なんてもう結婚式にねあの行きたいんですよ。なぜかって言ったらやっぱその綺麗な格好もしたいし、あのゆっくり喋りたいし、でそれってなんかやっぱ数に限りがあるじゃないですか。お友達の数にもよりますし、呼んでくれるか呼んでくれないかっていうものもねありますから、もう皆さんはぜひとも自分たちで自力でですねイベント作っていただいて、私もねたくさん作りたいなというふうに思ってるんですけども、その時になんかこういうねちょっともし着たいワンピースを着るのってもうそれだけでテンション上がりますし、もう本当に大事なポイントだと思いますので、ファッションも楽しみ、秋が楽しいじゃないですか。私秋が一番好きですよ。秋冬も好きかな。やっぱり重ねのスタイリングの楽しさっていうのはねここで絶対にね味わえるので、もう一個ね虎ノ井さんからブラウスと、あとはね、あこれは使えるね、ごめんなさいね、次からも一気にカジュアルに戻りますね。カジュアルに戻るんですけども、ラップワイドパンツっていうね、ちょっと面白くって形がすごい綺麗なのものがね、ありますので合わせて見ていただきたいなというふうに思います。このラップワイドパンツ、こちらも、載せておりますのでね、写真と一緒にね、見ていただきたいなというふうに思います。ちょっと今ね、お着替え中です。なんか、もうコメントもそう、皆さん本当に面白すぎてね、いつもね、もうクスクスと笑う、笑っちゃうんですけど、あ、そうそうそう、おつぼさん。それはネックレスがいると可愛いね。まずじゃあトップスのご紹介からしましょうかね。はい。でドットブラウスっていう風に名前はシンプルですね。14,300円ですね。こちらがですね、カラーが2色展開になっております。ネイビーブラックの2色になっております。大坪さんが着てるのが、こちらがブラック配色の、白ドットなんですけども、もうこれはね、私はこれも生地が、私やっぱ生地オタクというかですね、生地がいいか悪いかじゃないんですけど、やっぱ見た目が可愛いか、生地の見た目が可愛いかどうか、これドット、ただのドットに見えるでしょ？すいませんね。これですね、ちょっとジャガードっぽい感じで、わかるかな？わかりますよね、皆さん。この感じ、わかります？ちょっとね、柄がね、こう重ねでね、入ってるんです。だから、普通の何にもないタイプだと、すごく、ちょっとなんです、ドットって夏見えするんですけども、これもね、ジャガードっぽい感じで、生地がね、重ねてあるんですよ。よく見えるかな？画像の方がよく見えるのかな？あ、でも映ってますね、うん。画像めちゃくちゃよく映ってます。ね、ちょっと大きくなるかな？映像でちょっとこの感じです。この感じです。で、透け感があるかって言ったら、そこまで透け感がないんですよ。ジャガードの生地がこう重なってるところは、生地が二重になっておりますので、全然その思いっきり透けるかどうかって言ったら、全くそういう感じではなくて、すごくね、上品に仕上がります。で、これも後ろはですね、コンシールファスナーになっておりますので、ここで着脱が出てきて、できるようになります。ファスナーの種類ってたくさんあるんですけど、このコンシールファスナーっていうのは柄の印象を壊さない、あとは極限までカジュアルさをなくすっていう印象で、着脱もものすごくしやすくなるので、こういうちょっと綺麗さを残したブラウスではよくね使用されます。あとはねもちろん胸元だったりとか着るときにここね脇につけたりとかするんですけども、このコンシールファスナーがつけられてるっていうことはちょっと綺麗めな感じで使ってくださいねっていう感じですね。で襟元はこうスタンドになってます。はい、山内さん、カジュアルに合わせても可愛いですね。で山内さんが着ていただいているのが、これがネイビーの
こうかな、ネイビードットの方ですね。大坪さんはブラック、山内さんはネイビーです。大坪さんは横になって、ね。で、ボトムスはですね、こちらはね、2色になってます。こっちの方が結構、わかるかな、わかるね、やっぱり。あ、これなんです。そうそうそう、この感じなんです。このね、ジャガードの感じが全体にね、こういう風になってるんですね。なので、ドットじゃないんですよ。で、ドットなんだけど、このジャガードも重なってることによって、かなり上品な感じで、大人のドットっていうとこですね。柄物苦手な方でも、これぐらいだったら、取り入れやすいかなというふうに思います。で、形の説明をさせていただくと、ここはですね、手元は、カフスになっております。で、胸元にここですね、ピーッとなって、ここからギャザーが寄せられてるので、ものすごくね、見頃としてはね、たっぷりめ。たっぷり着れるので、ものすごくね、着心地はいいかなというふうに思います。で、これはね、シワにならない素材なので、インとかするのでもすごく馴染みがいいです。さっきの、私がこれね、着てる、タイプの、このタイプは、インするので、生地がちょっと固めだから、綺麗に、落ちるかって言ったらそうではないんです。こっちの方がね、綺麗に落ちます。で、大坪さんに着ていただいてる、これ、大坪さんと、山内さんが着てるスタイリング、これ同じなんですね。で、こっちの、ラップなんとかワイドパンツ、ラップワイドパンツ、はい、価格がいくらでしたっけ？お値段が14,300円。あ、ちょっとそれもらっていい？こちらが14,000と300円。はい、ですね。14,300円になっております。で、こちらがね、ブラックと、カーキの2色になってるんですけども、見え方ね、スカートに見えるんですよ。最近多いですよね。ちょっとラップっぽい。だから、ね、そうそう、これですね。ちょっと大きく、頭がこうして入れていく。そうそうそう。手前だけでもいいから。説明しますね。ちょっと前の方来てください。こうだとちょっと飛んじゃうから。生地をですね、ここのとこからこう重ねてラップ仕様になってます。これパンツなんですね。これパンツになってます。ここですね。で、足をちょっと入れてこう重ねると、スカートみたいな感じで見えますよということですね。で、後ろ。後ろはこちらは、ゴムになっておりますの で、サイドのところは、ファスナーです。コンシルファスナーになっておりまして、ここを留めていただくっていう感じですね。で、これのね、可愛いのがポケットなんです。このポケットカーゴ系のパンツっていうのはすごく流行ってる子はいるんですけども、ちょっとスカートに何て言うか、あまりごっつい感じにならないビッグポケットで、スタイリングをデザインを作ってるので、すごくねかっこいいです。似合ってるし、これやっぱいいかいいってコメントが。そうそう。で、ここね、ウエストとかも、ところも、前のところでゴム使用とかはしてないので、すごくペタというか、綺麗な感じでね、見えますね。で、大坪さん、この感じです。そうそう、かなりたっぷりめです。たっぷりめになっておりますので、ギャザーよりは、ギャザーより下は、裏地ありですか？裏地はこれなしになるので。あ、トップスですね。トップス裏地はないです。はい、これインナーにタンクトップとか、彼女は今今日キャミソール着てるだけなので、ご自身でちょっとご用意をしていただくで。インナーはね、黒で全然大丈夫。何かね、特別なものを入れる必要はないので、全く問題なく使っている。スクエアタンクがあれば肩の透け感もなくなるので、スクエアタンクはすごくおすすめですね。合わせて使っていただくといいかなというふうに思います。で、このラップのタイプなんですけども、丈感がね、そこまで長くないので、これは本当にどんな方でも身長ですね、合わせていただけるかなというふうに言えると思いますね。コメントで、結婚式でもいけますかって、多分上のブラウスのことなんで。あ、上のブラウスは余裕でいけますね。こういうマルシャルとか合わせて、いただくと、ちょっとこの下のワイドパンツになるとポケットが付いてるので、あ、そうですね。そう、マルシャルとかのこういうパンツに合わせて、ポケットのカジュアルさを消していただければ、このスタイリングはそのまま結婚式で使っていただけますので、ブラウスだけ新調されて、もともと持ってらっしゃるパンツで、黒のパンツ合わせて、足元をきれいにして、で、大事なのはバッグなんです。バッグをね、ちっちゃめにするだけで、ないんです。私たち、いつももうリュックサックの大きいの持ってきてるから、あれなんですけど、ちっちゃめのバッグ持つだけで、スタイリングがグッと締まってきますので、もし、ね、結婚式とかのドレスの、ね、新調される方とかは、ぜひ、ね、お持ちのクラッチバッグを一緒に持っていかれると、
一気にバランス見やすくなるので、ぜひともそれはね、参考にしていただくといいかなというふうに思います。十分にさっきのワンピースと、今着られてる、ブラウスに関しては、十分に綺麗に、着ていただけるかなというふうに思いますので、ぜひとも合わせて見ていただきたいなというふうに思います。このワンピース1枚とか結婚式可愛いですね。そう。ワンピース1枚でも十分、なんかノーアクセルももちろんパールつけるだけでも全然いいので、合わせて使っていただくといいかなというふうに思います。以上でございます。本日も虎ノ井さんのご紹介させていただいたんですけど、先週ですねご紹介させていただいたデニムとあとね、インナーのが好評で、一応在庫追加させていただいております。あちらも虎ノ井さんなので、ぜひとも例えばこのね中のインナーにそうタンク合わせたりとかっていうのでも全然大丈夫ですので、ちょっとこの虎ノ井シリーズっていうところをですね、この3連休でぜひとも見ていただきたいなというふうに思います。ちょっとそこは何か取りに行ったのかな。あ、そうですね、こちらですね、こちらのそうですね、この感じでカジュアルで合わせてもいいですし、私のチュールで合わせていただいても大丈夫なので、まあ、スタイリングは本当にスタッフとか私たちもインスタグラムの方でも上げさせていただいておりますので、ぜひチェックしていただきたいなというふうに思います。じゃあちょっとお待ちください。はい、はい、私もこちらでですね終わらせていただきたいなというふうに思いますので、ありがとうございます。コメントは大丈夫でしたか。大丈夫かな。大丈夫そうですね。パンツ、ショートブーツ合わせが可愛いですね。そうですね、もうブーツがやっぱり可愛い時期になります。もうね、クロス入ってくるとショートブーツ合わせるだけで飽きるので、しかもさ、もうすぐ入ってくるよね、はい、来週ぐらいなので、ゆうこいまりさんのブーツ入ってきます。ますので、ちょっとまあ私は来週再来週熊本行きますんで、ぜひとも見ていただきたいなというふうに思います。3連休初日、皆さんお盆多分帰省される方、移動が多い方多いかと思います。お気をつけて。もうイベントがある方はね、そうなんですよ、もう皆さんキャンセルされてる方が多いってニュースで。そうなんだ。うちの仲間がね、何でしたっけ、なにわ男子の方にね行って無事に帰ってきて、もうなんかえらいカラコンつけたのか、目がえらいキラキラしてて顔変わったみたいなね。本当にいろんなものを浴びて帰ってきて、すごく元気になって帰ってきました。もう本当に大事ですね、ちょっと癒しを皆さん求めて、お盆はぜひ静養されていただけたらなというふうに思います。じゃあ以上です。ありがとうございます。